はい、おはようございます。今日も秘密多くよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、諏訪神社の伝体そばに来ておるんですが、今日はこの界隈の偉人のお話をしたいと思います。偉人か、私も偉人になれるように頑張らなきゃな。行ったき長崎探訪秘密多くでは、長崎の街に隠れた歴史や風土が織りなす秘密を、広介さん監修の本広介長崎100の秘密を参考に解き明かしていきます。本に登場するのは個性豊かな可愛いキャラクター、長崎の秘密を広介さんと一緒に楽しく紹介してくれます。今回は偉人の秘密スペシャル前編です。長崎にゆかりのある偉人の秘密に迫ります。はい、出来大工町歩いておりますが、出来大工町、この出来大工町にはね、大工さんのシンボルとなった、偉人がいらっしゃいますので、その秘密に迫りたいと思います。秘密を置く。明日図工で初めて金槌を使うんです。できるかな。そうか、大工さんの神様は誰か知っとるね。わかりません。聖徳太子さんって言われとったよ。法隆寺を建立したとか、金尺、直角に曲がった物差し刃発明したとか、言い伝えのあるけんね。出来大工町不動堂に聖徳太子さんのお祭りされとったぞ。え、ではお参りしてきます。金槌持って行った方がいいですか。聖徳太子って聞けばね、私たち世代はお札のイメージがあるんですけども、馬宿の王子とかいろんな名前があるそうですが、皆さんにね、やっぱ親しまれているのはやっぱり聖徳太子なのかな。今日は聖徳太子でご説明していきたいと思います。偉人の秘密、最初に紹介するのは聖徳太子です。長崎市にある諏訪神社伝体そばから川沿いを進んでいくと、こちら出来大工町の公民館、そのお隣が出来大工町の氏神様と言ってんでしょうね、出来大工町不動堂がございます。よしよし、こうやってね、自由にねお参りすることができます。お参りさせてもらいますね。こちらですね、出来大工町の人がね、ずっと大事にしている出来大工町不動堂といいますか、もともと江戸時代はね、昇光寺青い光のお寺と言われておりました。で、青い光だから不動明王さんをねお祭りしていた、祈祷の場ともされて、人々がね、皆さんここで厄を払ってもらってたわけですが、不動明王さんが青いっていう形で昇光寺青い光ということとなっております。ここの面白いのは、正面の提灯にはね、不動明王って書かれてますが、左側提灯の色が違いますが、聖徳太子、あの偉人の聖徳太子もお祭りされております。左側分かりますかね。静かにね鎮座されておりますが、ここは出来大工町、大工さんの町ということでお祭りされてるんですね。大工さん、なんで聖徳太子と関係あるのかって思われると思いますが、いろいろ金尺とかね、そういう道具を発明してのが聖徳太子と言われておりまして、大工さんの町、日本全国そうだと思います。聖徳太子を大事に、お祭りするということで、こちらもお祭りされてるわけなんですね。はい、これで秘密47、大工さんの神様は誰だ。そう、出来大工町にはその神様、聖徳太子さんがいらっしゃるのです。はい、偉人の秘密について教えてもらいましたが、はい、続いては、いや、まだまだこの話は続くんです。もう一軒別のお寺に行きたいと思います。秘密は続く。聖徳太子にまつわる秘密は他にもあるということで、長崎市寺町へ向かいます。はい、寺町へ進んできまして、こちら浄土宗の東雲山浄安寺さんになりまして、立派なね門構えのお寺さんですが、門に入る前、こちら分かりますか、薬師如来像が安置されてます。誰が作ったかといえば、聖徳太子御作と書いてまして、ここには聖徳太子にまつわるお話が眠ってるんですね。秘密を置く。大工の神様にお願いしたおかげで
工作でビー玉転がしがうまくできたよ。ほう、釘ば上手に打ちつけてあるね。大工の神様は誰やったね？聖徳太子。よう覚えとったね。寺町の上安寺さんには聖徳太子に関係のある仏様のおらすぞ。大工の神様なの？薬師如来といって病気ば治してくださる仏様って言うたらよかかな。聖徳太子が作んなったと伝わっとると。仏様や神様っていろんな得意分野があるんだね。まあ、ご本尊様がね、浄土宗ですから阿弥陀様なんですが、もともとここを創建した西洋上人様はですね、長崎でキリスト教がね、まあ、わーって広まった時に仏教への布教活動を一生懸命尽力された方なんですが、当時先ほど書いてあった聖徳太子作といわれる大変立派な薬師如来像を携えて長崎入りしたそうです。そして長崎で布教活動を始めるわけですけども、なんとその薬師如来像は泉式部とかいろいろな武将の守り本尊として平安時代のその昔から伝わったものを、まあ、佐賀の龍造寺とか大名の手にも入り、後にこっちにやってくるわけですけれども、そんな上安寺の創建にまつわる大切な薬師如来像は本堂横の階段を上った先に安置されています。こちらがですね、上安寺さんの薬師堂になります。聖徳太子作と言われる伝説のお薬師さんがあるんですが、残念ながら秘仏ということですので私たちは見ることができません。まあ、何かの、ね、法要の機会に運良ければお会いできるかもしれませんが、これこそ秘密です。聖徳太子が作ったと伝えられる薬師如来像、上安寺で大切に安置され町の人々を見守っています。これで秘密43、聖徳太子ゆかりの像がある上安寺さんにあるんですが、秘密ですので見ることができません。偉人をご紹介しておりますが、この他にもまた立派な偉人。平助さん、はい、ここでですね、はい、恒例のあのコーナーを。ああ、はいはいはい、平助さんへの挑戦状です。どうぞ。最近、うん、熱くグッとなってきた、はい、この辺りに、はい、まあ、熱いからこそちょっと知ってもらいたい、言ってもらいたい、はい、ところがありました。ということで平助さんと向かったのは寺町の隣にある麹屋町です。この通り沿いに。沿いですか。はい、広瀬さん、こちらです。うん、こちらだのって思っておりました。あ、本当ですか。うん、やってきたのはセレクトショップクロシェ。ヨーロッパ風の女性向けアイテムが揃うお店です。洋服、アクセサリー、バッグなど2000点以上が並びます。乙女チックな素材のものを使った雑貨だとか洋服だとか可愛らしいものが主流になってますね。おじさんの私はなかなか入りにくいところですけども、いろんな飾りがあって、うちの年頃の娘が見ると騒ぎそうなお店でございますな。いいですね。さあ、ここでですね、挑戦状です。はい、どうぞ。こちらクロシェでですね、はい、今の時期一番人気のものなんでしょうか。はい、ご時世柄も関わっております。おヒントは、これから暑くなるときに実用的で日常生活が華やかになるものです。華やかになりますか。はい、で女性なんか紫外線が強いので太陽に当たると日焼けとかあるから帽子かなと思ってたんですけど、あれ行きたりすぎるなって感じですな。ちょっとお待ちください。時節柄ってそういうことか。で、マスクでしょ。あ、かわいいね、このマスク。ほら、涼しいマスクがあるじゃないですか。これ涼しいんだ、これが。マスクです。選んだ理由は何でしょう。なんか爽やかな、なんか通気性もよく、かつ女性にもなんかね、喜んでいただけそうなデザインですよ。これ、でも本当おしゃれですな。では、北川さん、正解を教えてください。はい、はい、正解は、
夏用のレースマスクです。ほら、ということは正解です。正解です。正解でした。吸湿速乾が優れた生地を使ってるんですよね。なので蒸れにくく、メガネが曇りにくかったりとか、息がしやすかったりとか、結構リピーターの方がいらっしゃいますよ。涼しい涼しい、口当たりもいいし。北浦さん、広介さんのこのマスク、はい、いかがですか。いや、素敵だと思います。なんか上品な男性に変身できそうな気がします。でも大丈夫かな、似合ってるかしら。可愛いですね。以上、広介さんへの挑戦状のコーナーでした。じゃあ次の鳴る滝の秘密に行きましょうか。せっかく涼しいマスクもしましたことですし、じゃあ行きましょう。あれ、あ、もしかして次は鳴る滝にあるんですか。行きましょう行きましょう。秘密を置く。オトシャンはシーボルト記念館に連れてってください。夏休みの宿題です。よかよ。じゃあ鳴る滝に行こうかね。鳴る滝？記念館は鳴る滝にあったぞ。小さか滝のある。だから滝って名前がついているんだね。本当の鳴る滝は京都にあったよ。じゃあ偽物の鳴る滝なの？わはは、京都の鳴る滝によう似とるし、流れの清らかで美しかってことやかね。ということで向かったのは長崎市にある鳴る滝です。さあ、広介さん、はい、鳴る滝とはどういった地区なんでしょう。はい、鳴る滝って聞けばね、なんか滝がこう鳴ってるようなゴーゴーとしたイメージがありますが、もともとはこの辺りにね、田んぼが広がっていた静かな場所で、斜面そして川をせき止める堰があって、平っていうのは平らって意味で、斜面って意味なんですけどね、堰と斜面で平いでという地名がありました。いつしか、まあ、この高台の方にはね、文化人も集う場所、別荘として使っていた長崎の、まあ、奥座敷的な役割の場所だったと聞いております。そんな平出と呼ばれたこの場所を鳴る滝と名付けた人がいるそうです。長崎奉行の内込駐在坊なんかもここに滞在して、いろんな書とか絵とかいろいろなことで文化をここで交流が行われてたと思うんですが、内込駐在坊がね、なかなか京都びいきの方で、ここの雰囲気を見た瞬間、ここはあそこに似てるなと、京都の鳴る滝そっくりじゃないかっていうところから、鳴る滝という名前に変わっていくわけですね。それではご覧ください。こちらが京都の鳴る滝です。長崎にもある鳴る滝、その地名の由来となった風景です。大きい滝って探してもどこにもないんですけれども、この辺りはね、岩が露出して雰囲気が結構残っているところがあるんですが、この川を眺めた雰囲気がね、京都の鳴る滝にそっくりだったとも言われております。これが長崎市にある鳴る滝の風景です。京都の鳴る滝と並べてみると似ているのが分かりますね。どちらも美しいですね。この風景の中に鳴る滝という地名を象徴しているものが残っているんです。東通寺の林道衛さん、なかなかいい名前ですね。じゃあ私が一筆つけて鳴る滝という文字を記号されるんですけども、それが現在本当にこの川の岩に文字が彫られ、以降本当ここ鳴る滝という地名が広まっていく形ですね。鳴る滝という文字があるわけ。ちょっと行ってみましょうか。足元注意してね、進んでください。こちらになります。これが鳴る滝。右から読んでくださいね。鳴る滝、滝はね、山水変に竜、もう滝というのはね、竜が暴れるような雰囲気ということから、滝という字は竜が使われるんですが、大変もう立派な鳴る滝と文字をここで見ることができますね。すごい。これで秘密53、鳴る滝の本家は京都、対決です。この鳴る滝なんですけど、なんか偉人の秘密についてというふうにこちらに来たと思うんです。はい、もうやっぱり鳴る滝といえばシーボルト、シーボルトについていろんな秘密を解き明かしたいと思います。偉人の秘密スペシャル、続いては
シーボルトの秘密に迫ります。ということで、すぐ近くにあるシーボルト記念館へ向かいます。シーボルトはね、江戸時代出島オランダ商館のお医者さんとしてね赴任されるわけですけれども、キリスト教の取り締まりの関係もあって、出島からはねオランダさんは出ることができなかったんですけど、やっぱりシーボルトのいろんな医師としての活躍が大変尊ばれ、あなたはここにねしばらく滞在していいですよというお許しが出た方になるわけです。偉人の秘密スペシャル前編はここまで。後編はシーボルトの秘密をたっぷりと紹介します。